はい、マスオでーす。こんにちは。こんにちは。今日はフランセ美容室さんに来ました。見てください、僕のこのヘアスタイルを。昨日お風呂入って速攻ベッドに入ったらこんな寝癖になってしまいました。今日はこの寝癖スタイルをどんな風にしていくのか、またいろいろやってもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ただ今日は長さ的にはなんかいろいろこうすごくヘアスタイルを変えるというのは難しいというようなお話を聞いたんですが。そうですね、ちょっと難しいかもということで、伸ばしてやりたいヘアスタイルにするにはまだちょっと長さが足りないので、足りないらしいので、寝癖スタイルが果たしてどうなっていくのか、そしてまあいろんなこう髪型のアレンジがこういろいろあるぞというのをね、なんか見せていただけるようなので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして一月がつきました。29歳マスオ、最近この2ブロックのところを見ると白髪がいっぱいになってきたなと痛感しております。マスオ加齢しております。お願いします。よろしくお願いします今のくだりいるかっていういらっしゃいらっしゃい。今回も髪の毛染めております。で、髪の毛切ってもらっててね、思ったんですけどやっぱり僕太りましたねなんか痛感してます。そして今回も色、髪の毛の色教えませんよって言ってたんですけど、多分これピンクだと思います。うん、僕の予想ピンクだと思います、これ。はい、ということでカット&カラー終了しましたが、もうものすごい大きな変化は今回はそんなないですよね。もちろんものすごく変化がないです、逆に。うん、ねえ、あ、でも今回これピンクですかね、色。ほぼほぼピンクですけど、一応パープルブラウンと。パープルブラウン、そんな色あったんですか。あるんですよ。はい、紫がかってるそのピンクに見える色の色味をもっと強くした感じですね。うん、強くした感じ。かつ、はい、ちょっとさっきおっしゃってた気になる白い毛を。あ、白髪も。あ、そうなんですよね。白髪も出てきましたからね。はい、っていう感じなんですけど、じゃあここから今回はセットをしていただくっていうことなんですかね。そんなこともできちゃうよとかっていうのをやっていけたらなって思ってます。はい、どんなことができちゃうんでしょうか。では皆さんお楽しみに。完成はこちら、じゃーん。ということで髪型完成しました。武藤さん、これはどんなテーマの髪型になるんでしょうか。まあこの間とほとんど一緒ですよね。はい、パーマを生かして、うん、毛流れを強調して、で、前回ちょっとやんなかった外羽のエリアを少し作って。あー、外羽エリアですか、この辺りとか。そうですね、ちょっとシルエットをいじることがほとんどできないので、うんうん、そのひし形のシルエットを作るための羽ですね。はい、まあ、特にあとこの間も言った後頭部のところで分かりやすくなっちゃう、はい、ツンツン出ちゃうところをあえて外に跳ねさすことで、そこのつながりをきれいに見えるようにというふうにやってみました。なんか若い子が結構こういう感じの髪型流行ってるイメージですよね。そうですね、なんか雑誌とか見てもこういう髪型の人多いですもんね。多いですね。実際ちょっと時間かかりますしね、これスタイリングするの。スタイリングするの、ええ、はー、という、もう一回ヒューと戻ってみようか。シューッとこんな感じ。おー、確かにこう武藤さんのね、よくスタイリングだと割とスタイルしやすい髪型っていうのがね、割と多めですけど、あえてこうがっつり作り込むっていうのもいいですね。そうですね、たまにやっとかないとできない人かな一応これぐらいだったら僕でもできるかなと思って、こういう風に作れるけど、それよりも毎日こう作るのが楽な髪型をできたらいいなっていう、そういうことですよ ね。自分で簡単にちゃちゃっとできるのが一番いいのかなといつも思って、ヘアスタイルを作るように心がけてるので、はい、色もいい感じ。そして次のスタイルがこちら。これはどういったことをテーマにしてるスタイルなんでしょうか。さっきの作り込んだスタイルが割と僕の作ったスタイルではない感じをあえてやってみたんですが、はい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 、こちら普段やってるスタイルっていう感じ の、 パーマを生かしたまんまくちゃくちゃってやったスタイル。ほう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 。少し空気感を持たせてエアリーな感じですね。そうですね、はい、さっきは外跳ねにするところとかもありましたけども、外跳ねとかは跳ねちゃったら跳ねちゃったでいいやと、うん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 、もう方向もあちこち向いててくしゃくしゃってなってる感じをしていただけると、はい、すごくこう
分かりやすいんですかね、ヘアスタイルとしてちょっとさっきと違うというか、はい、まあ、気づいてもらえたらいいなぐらいの感じの普段やっているヘアスタイルですね。そっか、襟足は外羽じゃないんですよね。そうですね、後頭部のところとかあのちょこちょこ外羽になってるところっていうのはもうかなりランダムな動きになってるっていうのが、はい、ちなみに、はい、ただのボサボサとやっぱ違う点といったら一番のポイントは、実はですね、もうその確実に分かっていることは、はい、スタイリング剤の、うん、あのついている量ですね。あ、量、あ、そしてそれを全体になじませる。あ、やっぱり頭があんまりベタつくのはあまり好きじゃないとおっしゃる方だったり、はいはいはい、どうしても全体的につけるというのが難しいというふうにおっしゃる方が多かったり、うん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 、たくさんつけてもベタつくのってその塊でつかなければ、特に毛先中心にちゃんとつけてあげればパサつきっていうのが出てもきちんと束感として出てくれるので、それがこうバサバサしたりするような感じに見えない。そっかそっか、かなと。しっかりとワックスを、そうですね、なじませれば。今このスタイルはスプレー一切使ってない状態なんです。スプレー使うともう少し髪の毛にツヤ感が出たり、ああそっかそっか、固定力が上がるんですけど、つけなくてもこれだけ十分できますと。あのつけないです。スプレーしなくても全然大丈夫。僕結構じゃあ家でボサボサみたいなスタイルだねってたまに言われちゃうのは耐えれないんですね。ワックスがおそらく、あとシルエットバランスがちょっと崩れちゃった。そうですね、あ、そういうことか。そして3つ目のスタイルがこちらでございます。かなり違いますね今回はね。攻めました攻めました。これは一体どんなテーマなんでしょうか。きちんとっていうわけじゃないですけど、かなり崩したリーゼントスタイルですね。リーゼント、はい、ういはい、リーゼント、はい、でも今回なんかパーマも生かしたようなリーゼントなんですかね。ちょっとなんて言うんでしょうね、資産分けのことがすごく多くて、はい、ちょっと飽きたなと。せっかく横も刈り上がってて、はい、今日襟足の方というか後頭部のあたりも綺麗にできたので、はい、こういったちょっと攻めたスタイル、マスオさんの今日の格好もちょっとワイルドだったので、黒中心のお洋服だったので、ちょっとそういうのが合うように髪の毛をいじってみました。おー、すごい前に髪の毛が集まってるから涼しい感じですね。横はかなり目立つけど父さんではないよっていうところが、そうですね、はい、すごいふわふわだ。さすがにこれはスプレーで固めないと持たないので、うん、かなりしっかりとスプレーを振って、はい、ヘアスタイル作ってみました。すごい、同じ髪のね、髪型っていうか髪切った状態なのにいろいろできるんですね。まあ、でもこうやってちょっと崩したり、遊んでいかないと伸ばすってやっぱりすごくストレスになっちゃうんですよね。目標値まで行けばそれは気分がいいんですけど、だからそこまでの間をやっぱりいかにいろんなヘアスタイルアレンジで楽しんでいくかっていうのが、髪の毛を伸ばしていく、その楽しく伸ばしていくっていうところにつながっていくのかなって。はい、という方はもう本当に楽しんだもん勝ちなんで、はい、なるべくしっかりと楽しむ感じでセットしていきたいと思います。全然響いてない、たどたどしい。いや響いてます響いてます、もうすごくちゃんとちゃんとこれからも頑張ります。よろしくね。ということでありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回もありがとうございました。いや今年も大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。来年はもっと多分髪長くなったところからのスタートかもしれないんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一体どんな髪型になるのか、どんな髪型にするために伸ばしているのかっていうのもね、次回以降の動画でまた見ていただけたらなと思います。はいはい、ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。以上、マスオとフランセ美容室武藤でした。バイバーイ。最後にフランセ美容室の営業部長のつくしちゃんでーす。おーい、かわいい洋服が、そしてつくしちゃんもかわいい。こんにちは。なんかお人形さんみたい。本当に全然動かなかったな今一瞬。あ、すごい、あっち向いちゃった。何見てるんだ。あ、
おーい、おーい、こんにちは。あーやばい、かわいい、やばすぎる。ワンワン、おー、やばいな、俺モデルさんをこう撮ってる人。うおー、え、お人形さんですか。全く動かない。え、あ、動いて動いて動いて、すごいかわいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。